こんにちは、高島徹です。本日のこの人に学ぶは、行政書士の松永和明様にお越しいただきました。松永さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ松永さんのですね、現在のお仕事、特に重点を置いていらっしゃること、こういったことをお話しいただきますでしょうか。はい、現在の仕事ですけれども、はい、はい、主に国籍関係の業務ですね。あ、国籍関係、はい、うん、帰還の手続きであったりとか、うん、うん、まあ、ちょっと国籍とは違う、また外国人の在留関係ですね。あ、在留関係、はい。それに伴う、各種の手続き。うん、うん、うん。それと、あと、まあ、数は多くはないんですけれども、うん、建設業者さん。はい。との、まあ、取引もございますので、うん。まあ、それに伴う、まあ、定期的に、こう、提出しなければならない書類関係ですね。はい、はい。そうしたところのお手伝いを、今、中心に、させていただいて、うん。そうなんですね。はい。まあ、入出国と、外国人の関係というと、まあ、少し前ですけど、結構話題になってました。外国人労働者の受け入れとか、そういった関係なんでしょうか。そうですね。まあ、まあ、それ以前からのお付き合いもございますので。はい、はい。まあ、そうですね。まあ、主にしているのが、そういう金属加工のですね。あ、金属加工、はい。金属加工の、まあ、主に金属の、まあ、塗装の方になるんですかね。うん、うん、うん。まあ、そういった、まあ、技術、オペレーターとか。はい。まあ、そうした方を、まあ、外国の方、外国からお招きするということで、まあ、ビザの分類で言いますと、はい。技術、軍事知識、国際業務という分野になるんですけれども、うん、うん。で、まあ、そちらの、まあ、ビザは必要となりますので、はい。はい。で、まあ、入国前に、うん。書類関係とか、ね、うん、いただきまして、うん、基づいて書類を作成しまして、うん、はい、で、まあ、本人が入国される、まあ、運送に対する確認というか、はい、はい。まあ、なんか、あらかじめ、民間の方に書類を提出して、うん、まあ、在留資格の、まあ、認定書類ですね。在留資格、はい、はい。こちらの方をいただきまして、うん、まあ、実際にその予定職通りに、その入国中だと。うん。ここまで先ほどですね。はい。はい。で、まあ、一旦入国していただいても、うん。引き続き、こう、在留していただくには、更新手続きをしなければなりません。あ、更新手続きですね。はい。で、まあ、そういう更新手続きも私の方で、こう、うん。あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。で、まあ、空気はピタッと止まって大変だったんじゃないですか。コロナの時ってピタッとこれ止められまして大変だったんじゃないんですか。そうですね。もうすでに来ていただいている方に関しましては、うん、逆に日本から出て、そうですよね、帰れないんですよね。うん、うん、だからもう引き続きその留まっていただいて、はい、はい、何でもお仕事頑張っていただくと言いますか。あ、ですから、まあ、まあ通常では更新手続きでいいわけなんですけども。ああ、もうその時は更新せざるを得ないですもんね。行き来ができないですからね。で、まあ、もともと本人さんも、うん、もう大体そうですね、私の知る限りにおいては、うん、日本で生長く仕事をしていくということを望んでおられたようなので。あ、そうなんですね。でも、まあ、というようなところでは何も問題がなかった。うん、うん、うん。はい。で、まあ、おかげさまで、特に、その雇い主の方と揉めるとかですね。はい。ってこともなかったのでですね。うん、うん。まあ、その点では、まあ、スムーズに行っては、まあ、私的にはちょっと望まれていたかなという感じで。あ、そうですね。よかったですね。はい。わ、うん、かりました。まあ、そうした入出国の手続きがね、こうメインのお仕事ということなんですけど。はい、いや、松永さんがこのお仕事 を始められたなんかきっかけとかあったんでしょうか。当初はですね、うん。漠然とその、行政書士の資格を取って、はい。人でやっていければということだったと思うんですよね。まあ、具体的に、行政書士の仕事をやるにあたって、はい。特にこの分野を頑張っていくとか、うん。あとは、資格を取る場合、何もそういうことになるわけですよね。はい。はい。まあ、それまで、
学校卒業しましてですね、はい、サラリーマン生活に続いていたんですけれども、うん、ただ自分自身、その、なんていうのかな、行政書士という資格を知ったのは、実は、学生時代にそういう資格は知ってたんですけれども。あ、結構早いですね。そうですね。うんうん、でも本当に ちょっとまあうまくは言えないんですけれども、うん、もうふとしたきっかけでなんか知ったという感じなんですね。あ、そうなんですね。はい。私が学生時代にですね、東京の方に親戚がいるもんで、はい。で、まあ、そこにいるいとこが、まあ、年齢的に私と近い、うん、近い、ね。それで、私もその、まあ、学生時代って言っても、まだ中学とかそれぐらいの時代だった、時期だった。はい。なんか、バイクの免許の更新かな、それでは、更新センターとかどこに行った時だったと思うんですけど。ほうほうほう。でそこに行政書士のポスターがあったんですよ。あったんですよね。はい。うんうんうん、で、まあ私は別に何も考えずにそのポスターをちょっと見てたんですけれども、うんうん、の方がですね、はい。この行政書士という資格は将来なんか有効らしいだろうなという話を私していたんですけど、全く私は何もさっぱりないんですよ。わからなかった。うんうんうん、そこで行政書士という資格があるんだということはなかったんですけど、うんうん、それからまた何年かしてたんですね。はい。やっぱり自分自身も何か国家資格を取って、うん、自身で何かをしてっていう、まあ、考えがあったわけですよね。はい。で、あ、そういえば随分以前に、うん、行政書士という資格の話をしてたなっていう話を。思い出したわけですね。まあ、漠然とそのお役所に出す仕事で、書類を作成していくことだという。うん、そういうぐらいしかなかったんですけど、はい、うん、ただもう自分自身が、なんていうの、自分自身がその、まあこういう話をしたらちょっと長くなるんで、単口に言いますけれども、はい、私自身の性格って、うん、サラリーマンには向いてない性格が。あ、向いてないんですか、サラリーマン。はあったんですよね。ほうほうほう。自分自身でやっぱり仕事をして、うん、やっていくっていう。うん、どうしてるのかなっていうことは、若い時から思ってたもんですから。あ、そうなんですね、うん。特に独立志向が強いというよりも、まあ、ちょっと向いてないからみたいな感じなんですね。独立志向ありましたよ。あ、そうなんですね。あ、失礼しました。はいはい、いましたね。うん。うん、それで、まあ、取るんだったらもう、ガラガラの職もなかなか取れない。まあ、これは業績だと関係どんな職でもそうだと思うんですけれども、うんうん、はい。だからもう、中級者勉強しようということで。はい。はい、まあ、当時、私、一人で、一人暮らしやったもんですから、はい。はい。もう、極力、会社で勤務している時間以外は、うん。もう仕事に進級してやってたというような。あ、そうなんですね。それで資格を取られたと。それで、まあ、まあ、本当に取り組みましたんで、まあ、うんうん。1年で、試験したいが、という形だった。うん、早いですね。はい。うん。でもまあ実際にこう独立開業してからも結構苦難とかあったんじゃないんですか？そうですね。うん、私自身もやっぱり相当考えは甘かったなという感じでした。あら、そうですか。はい、例えば。というのは、単純にその、まあ、それを、ね、作成して出せた方といっても、うん、はい。その作成するにあたって、うん、関係するその、法律上のことは、はい。そういうことをやっぱり理解していないと、うん。やっぱり書類も作成できませんし、はい。で、そもそも、他にしろ何にしろ、この脱までに、そのお客様が、はい。条件をクリアできる、その、苦情を満たしていなければ、ああ、そうですよね。書類を出すこともできませんのでね。はい、はい。そういうことを全く私自身が理解してなかったということ。あらま。はい。だからまずそこを、もうそういう意識から書いてですね。はい。うん、まあ、だからそういう意味では最初の2年ぐらいは本当にしんどかったですね。ああ、そうなんですね。はい。これって本当にもうお客さんが聞くとか聞かない以前の問題なんですか、うん、うん。やっぱお客様に出すものを出してもらったりとか、資格持ってるかどうかちゃんと確認してもらわないと。ですよね。ええ。うん、
言われた通りはいはいじゃダメですもんね。そうです。だから、まあ、その弁護士の先生のことではないにしましても、はい、やっぱりその業務に関係するその法律の理解、はい、やっぱりこうしたことをやっぱり開業前にあらかじめちゃんと同情しておかなければならなかったなんかしました。はい、あ、うん、それとですね、まあ、そしてまた法律もよく変わりますしね。そうです、そうです。はい、うん、特に入国管理なんかもコロナの時でも結構変わったりとかねしたりしてますしね、うん、技能実習生とか外国人労働者とかもいろんな制度いっぱいありますもんね。そうです、うん、ただ、うん、私自身がこういう業務に携わってからだんだんやっぱり大きな変化がありましたしね。まあ、そうですね、うん、まあ特定技能なんていう時代でしたけど、できました、ね、ああそれもありますね、特定技能、はい、うん、まあそんな感じですから、まあ、そうですね。まあ、私自身が今心がけていることといたしますけど。はい。心がけていらっしゃること。はい。勉強というのは、うん、やっぱり続けていかなきゃならないんですよね。はい。勉強は継続しなきゃいけない。はい。そうですね。ですから、まあ、でも、なんて言いますか。まあ、今年で、まあ、開業して丸12年になったんですけども。あ、12年なんですね、開業。はい。まあ、ちょっと一周したという感じですけれども。うん、うん。それでも、私自身が思っていることに関して言えばですね。はい。あ、この仕事を選んでよかったという思いはある。あ、それは良かったですね。はい。そう思えるのが一番幸せですよね。そうはやっぱり間違ってなかったなという。うん、うん、うん。だからまあ、そういう。うん、まあ、経緯はどうであれ、はい、転職に亡くなったという気がいたします。あ、そうですか、はい。それは素晴らしいことですね。あ、おそらく生まれ変わってもこういうような仕事をしてるでしょう。あ、そうですか。生まれ変わってもこの仕事をしたい。素晴らしいですね。はい。わ、はい、かりました、はい。はい。はい。じゃあ、そういう松永さんのですね、これからの夢はどういうものでございますか。あ、そうですね。この仕事っていうのは、はい。一自身の認識なんですけれども、はい。ある意味、ちょっとこういうことをしたいので困ってるので、うん。いうような依頼があったときに、そういう困ってる人を、はい。その、まあ、微力ながらでもですね、うん。まあ、なんて言ったら、上から目線になっちゃいますけども、助けることがですね、うん。うんうん、助けていくと言いますか、うん。そういう、まあ、縁の下の力持ちですからね。うん。そういうような仕事だと思うんですよ。そうですね。まあ、うまくこう、ね、成功というか、やりたい方向に導いてあげるというのが素晴らしいですよね。あ、そういう仕事だと僕は思ってます。うん、うん、ね。はい。まあ、確かに役所の手続きって私も時々やりますけど、大変ですもんね。そうですね。うん、まあ、全部が全部ではないですけども、うん、私の部分は随分ちょっと簡素化された部分ではないんですけどね。ああ、あれでも簡素化されたんですか。そうです。はい。それと、そうですよね、やっぱり。うん。今、不倫化関係でも、やっぱ分野によっては、もう電子申請に形に変わってきてますので、ね。あ、同時申請。だからもう、提出するのに約束を走り回るというんですけどね。うん。うん、そういう手間も少しずつですけれども、うん。うん、まあ、食べてるようにはなってきてますよね。あ、そうなんですね。はい。うん、でも、まあ、難しいのは、まあ、難しいであんまり変わりませんのでね、この松永さんのような方々が、うまくね、皆さんの方、やりたいこととか、目指したいことをこう、うまく導いていかれる、まあ、そういったね、お手伝いをされてる、まあ、素晴らしいお仕事かなと思います。はい。まあ、そうですね。あとまあ、国籍とは関係はありませんけども、はい。私自身が、そうですね、やっぱり今まで、やった仕事でですね、うん。やっぱり本当に、僕自身も本当に嬉しかったない仕事もありましてですね。はい。例えばどういう仕事ですか？まあ、冒頭少しお話しましたけど、期間の手続きですね。はいはい、期間。はい、はい、うん。日本国籍を取るということですよね。うん、はい。これって本当にまあ、在留資格に関してもそうなんですけどね。うん、
まあ、その方のその後の人生は、まあ、言えば、そこが大きな変わっていく。そうですよね。はい、うん。もう日本人になるということですからね。そういうことです。うん、あれは本当にこうやり遂げて、実際に、うん、法務省から許可が下りてですね。はい。許可が下りて、日本国籍を取ることができたというふうに、したらですね。うん。うん、本当にあれは、本当に、私自身も、ご本人はもちろんなんですけども、はい。私自身も本当に、こう、まあ、本当に喜べたと言いますか。そうなんですね。はい。まあ、その人のね、人生の大きな転機をうまくお助けされたと、そういうことなんですね。そうですね。なるほど。した。はい。本日は行政書士の松永和明さんにお越しいただきましてお話を伺いました。松永さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はどうもお招きいただきまして、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。